先週金曜日の夜、名古屋の繁華街錦三丁目にある居酒屋を訪ねると、今日金曜日だからやっぱりさすが8時ぐらいになりまして、7時半ぐらいからもっとお客さんいらっしゃるようになりました。今はほぼ満席でカウンターだけが空いてるんです。この居酒屋ではまん延防止措置の期間中は午後9時までの時短営業を余儀なくされていました。先月21日をもって措置が解除されてから1ヶ月余り、客足は徐々に戻ってきたということですが、最近では別の悩みが。油関係が高くなりましたね。ウクライナ侵攻の影響などで原材料費が高騰。この店では揚げ物などに使う調理用油などが今年2月頃から2割ほど値上がりしたといいます。いやー、答えますよ、仕入れは高くなる。本当にね、お客様が来てくださらないっていう利幅が減ってきますからね。かといって今こんなご時世、そんな値上げできませんしね。一方、こちらのラーメン店でも、味噌ラーメンになります。辛口で濃厚な味が特徴の味噌ラーメンが人気メニューの一つですが、ここにも原材料費高騰の波が。食材とかの値上がりとかもありますし、そういった面でもお店としては辛い状況ですね。この味噌ラーメンのうち、麺の原材料の小麦粉をはじめ、ネギ、コーン、チャーシューに使う外国産の豚肉など、ほぼすべての具材が値上がりしたといいます。お客さんの出がちょっと良くなくて、このまま食材が値上がりしていくと、やっぱりお店としても考えなきゃいけないなっていうところが正直ですね。新型コロナの影響で客足が完全には戻らない中での原材料費の高騰、コロナ禍を耐えてきた飲食店が新たな試練にさらされています。